やはり戻ってきただぜ。貴様隠れてないで出てこい。私たちはそれほど違わない。私は種族を守るためやるべきことをやったまで。私たちは生き抜くために戦っているだけ。それは嘘だ。お前もいつの日かきっとわかるだろう。許せクレイソン、こんなことは私も望んではいない。この日が来るとは長く行き過ぎたか。なぜだアラステは。共にこれまで戦ってきただろう。忘れたくても忘れられないことを知りすぎてしまった。数々の文明が生まれては消えた。人間の欲望でな。人という生き物は神の名において互いを殺し合うのだよ。人の罪は人がやがて償う。だがお前の種族の残虐行為はどう償うつもりだ。我らは人間とさほど変わらない。お前の妹と父は、それも嘘だったのか。異人も父上も
同族のように愛してきた。だがこの呪いを理解することなどできるものか。息子よ。父上、お許しを。いや、許しを請うべきは私なのだ。こんな思いをさせるつもりは。知っていたのか。もちろん知っていた。虐殺の中彼を救ったのはこの私だ。お前の父は私の剣に倒れた。だが子供は何の罪もない子供だ。罪のないこの命をどうして奪えるというのだ。この件は評議会に伝えるべきです。この悲劇に終止符を打つにはそれ以外に方法がない。それはできぬ。明かせば騎士団を根幹から揺るがすことになる。私が犠牲になればいい。闇に葬るためにあと何人死ねばいいというのです。あれは息子だ。息子を手にかけることなどでき。イザベルにも評議会にも真実を知られるわけにはいかない。貴様も愛する者を失いたくはないだろう。まさか私にやると。この先貴様は騎士団と一切無関係だ。オーダーの団結は崩さぬ。だが金輪際貴様の席はない。肩をつけ、そして消えろ。我らはなんと不自然な存在か。いつか全ての苦しみに終止符が打たれるだろう。その時こそ真の平和が訪れる。
ガラハート卿、あなたは追われる身なんですよ。急ぎましょう。ガラハート卿、聞こえますか。ガラハート卿。安心しろ、心配ない。そうは言いますが、評議会が町中に戒厳令を敷きました。当局がいつ攻勢に出てくるか見当もつかないんですよ。英雄を気取っている場合ではありません。今はラクシュミ様と一緒にこの町を出るのが賢明です。すぐに合流する。ああ、それとガラハットの名はもう捨てた。